間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサラテの北見です。今回は中国製ビオラのご案内です。この楽器は 39.5cm というサイズですので、女性の方またはバイオリンと持ち替えなのでそんなに大きくないサイズの方が良いという方にとって最適の楽器だと思います。全長こそ 39.5cm なのですが、大変に下半身この幅が広くできています。ですから大きさの割に低音の量感、力強さ、音量などは十分により大きな楽器に匹敵する実力を持っていると思います。実際にボディサイズ 41cm のビオラと比べてみました。右側がボディサイズ 41cm のビオラ、左が先ほどご案内しましたボディサイズ 39.5 のビオラです。ビオラのローアーバウツを比較していただきますと、ほとんど幅が変わらないことがお分かりになるかと思います。大きさを比べていただくために、手前に 39.5cm の全長の楽器、奥に 41cm の全長のビオラを置いてみました。真横から見た時に全く奥の 41cm のビオラが上に出ていないことがお分かりになると思います。むしろこうやって見てみますと、こちらの 39.5cm のビオラのローアーバウツの方が、むしろこの 41cm の楽器よりも幅が大きいようにも見えます。というわけで、このビオラは小さくても力持ちと言えるのではないでしょうか。皆様の期待にきっと応えてくれることと思います。値段は21万円とお手頃な価格なのですが、十分に100万150万クラスの楽器と対抗できる実力を持っていると私は思います。